はい、こんにちは、長澤です。2017年4月ですね、新年度になってから、全くミニ四駆を触っていませんけれども、久しぶりにね、ちょっと時間ができたので、ミニ四駆触っていこうかと思います。で、ずっと忘れていたキットがありました。こちらです。ダーン。ジョリージョーカープレミアムでございます。これですね、ミニ四駆復帰してすぐにね、欲しかったんですけど、当時ね、売ってなくて、もう品切れ寸前みたいな状態で全然手に入らなかった記憶があります。なんかね、これ欲しかったんですよね。で、まあ、プレミアムの方ですね、AR シャーシになったやつなんですが、確かこれだったと思うんですよね。これ手に入らなくて、この間ね、再販した時にすぐ買ったんですが、ずっと買ったまま忘れておりました。ということで、今回はね、こちら開けて、作っていこうと思います。はい、ということですね、こちら、ジョリージョーカープレミアムでございます。他のキットとね、ちょっと違うところがあります。というのもですね、これトラッキンミニ四駆という風にね、なっております。トラッキン AR シャーシーズって書いてますね。トラックっぽいやつなんですよね。ワイルドミニ四駆みたいな感じ、ちょっとありますけれども、ここですね、ボディを押さえるところ、フロントとリアで止めるカチっていうやつじゃないんですよね。横で止めるやつになってます。で、あとね、トラックっぽいような感じっていうことで、ホイールもですね、小径ですね。これもこれでかっこいいんですよね。走らせるというよりはね、ちょっとこう、置いときたいって感じで、ちょっと欲しかったんですよね。で、なんならね、もう鑑賞用、まさに鑑賞用。ちょっとした飾りみたいな、玄関に置いとこうかなぐらいの気持ちで、ちょっと欲しかったということです。はい。で、このキットもですね、開けたことないし、どっかで見たこともない、本当に初めてのね、キットになります。早速見ていきましょう。おい、特別違うっていうのはね、確かに見たまんまだよね。タイヤですね、ノーマルのスリックタイヤ、小径用になっていますけれども、特別珍しいかというと、ただ私は持ってないので、私にとっては珍しいなんですが、このホイールですよね。この太いホイール、小径のホイール、これ欲しいって言ってね、買う人もいるんじゃないかな。これ単体で、あ、これのなんかシルバーのやつ売ってますよね。あれ欲しいな、あれ欲しいな。はい、こんなホイールがついています。で、ボディですよね。これは開けてみようか。はい、こんな感じですね。あ、ここ入っちゃってんだね。もう、あ、もう触ると指紋つくからあれだけど、入っちゃってんだ。この部分いじる必要ないのかな。取れんのかね。あ、取れそうですね。あ、なんか怖えな。あー、はまった、今はまった。こんな感じか。はめてよかったんかな。ちょっと説明書読む前にはめちゃったけども。はい、こんな感じで、最初からくっついておりました。はい、いいですね。あ、なんかもうこのままでいいんだけど。あー、ガラスのとこ取って、この成形紙ブラックとかに染めたらかっこよかったかな。はい、こんな感じのボディですね。はい、ギアにカチッと止めるところはありません。フロントも引っかかりありません。横で止めます。で、気になるのがですね、やっぱりこのシャーシですよね。どうやって止めんのって思ったらね、シャーシ自体はそのままなんですね。 AR のシャーシそのままでございました。どうやって止めんだろう。AR シャーシだとね、普通のやつ、大概のやつはね、ボディつけたまんま電池交換できますけどね、これはできないってことなのかな。後で試してみましょう。はい、その他はですね、普通のAR シャーシのキットになりますけれども、ギア比は赤と茶色だから、いくつだ、 4.2 対1ですね。 4.2 対1の、ギアのセットになっています。はい、まあ、エアパーツは、あ、黒、あ、全部黒か。あ、ボディも黒だし、シャーシも全部黒。あ、かっこいいな、これいっぱい欲しいわ。はい、そしてステッカーですね。かっこいいよね。このままでかっこいいんじゃねえか。はい、あとは説明書
と注意書きですね。はい、もうこのステッカー見た時点でね、もう作る前から楽しみですね。はい、早速作っていきましょう。じゃあまずですね、ボディの方にね、ステッカー貼っていきますけれども、ガラスの部分ですよね。あれでよかったのかなっていうのをね、ちょっと一回確認したいと思います。ダメだわ。ここ切り取りますって書いてましたね。ここ切り取ってからはめるんだ。折り取っちゃまずいよね、これ。なるほどね。これ外せんの？外せなくない？外すの大変そうだ。このまま切ちゃおうか。ちょっと外すの大変そうなんで、このまま切ることにします。大丈夫かね。まあ、よろしくないですよね。これいいの？これいいのか。これいいか。はい、切り取りました。まあ、特にね、他に傷つくことなくできたんじゃないかな。危なかった。まあ、最初にはめない方がいいっていうことですよね。特に染める人なんかはね、もう絶対はめないですよね、こんなのね。後ではめるようにしてください。僕は面白半分で先にやってしまいましたけどね。後でやりましょう。はい、じゃあステッカーを貼っていきます。ステッカーがね、貼り終わりました。もう、この時点で、ね、すげえかっこいいとね、私は思うんですね。今まで買ったやつの中で一番かっこいいんじゃないかなって、今思ってます。はい。ということで、あと、シャーシの方ですね、作って、ボディを乗せてみましょう。はい、ということでね、こちらシャーシも完成しましたけれども、これをね、乗せていくわけですね、ボディをね。で、説明書読んだらですね、最初考えていた、下から通す、ね、下から挟むんじゃないかっていうね、思ってたんですけど、全く違いましたね。ということで、そこをね、ちょっとやっていきましょう。まずね、こちらの、さっきのね、パーツですけども、これがですね、シャーシの上につくっていうことなんですよね。こういうものを見ると何でもね、下から止めるんじゃねえかって思っちゃいますけど、全然そんなことはなかった。上からですね。スーパー2のイメージでね、下からって思ったんですけどね、全然関係なかったです。こいつがですね、ここにかな、ここに乗るっていうことです。あと何だろうね、これ何だろう、これ何に使うか全然わかんないけど、ちなみにですね、これもね、一応ついてます。A パーツね、これも使いません。はい、ということで、ここだよね。これがボディを押さえるやつですね。はい、で、一緒に入ってるビスね、2本で、こいつを止めていきます。はい、あとはボディを乗せるだけですね。なんかもうこれなんかに使えそうですよね。なんか改造に使えそう。でかいかな、でも。はい、じゃあ最後にボディを乗せてね、完成形をね、見ていきましょう。はい、完成でございます。どうでしょう。それ個人的にはね、めちゃめちゃかっこいいなって思うんですけどね。ミニ四駆らしからぬかっこよさだな。タイヤにゴミついちゃって。
はい、こんな形でございます。横からの感じがいいですね。このタイヤのスカスカ感いいですね。あー、ホイール変えてえな。ホイール変えたい。リアはこうですね。ジョリー上か。ここかっこいいよね。ここかっこいいよね。トラックかっこいいな。はい、フロントね、フロントこうです。あー、ここ塗ったらかっこいいよね。バンパーね、あー、シルバーとかいいよね。はい、こんな感じですね。なんかいろいろできそう。はい、ということで、ジョリー・ジョカ完成でございます。はい、ということでね、今日は久しぶりにミニ四駆を作ったと、動画を撮ったということで、こちらね、ジョリー・ジョカ無事に完成したわけなんですが、まあこれ以外にね、マシン全然触ってないぞということなんですが、まあ作ってないわけでもないんですね。まあ何かしようと思って、ちょっとね、新しいシャーシに手をつけたりもいろいろしてるわけなんですが、まあこの辺はですね、ゴールデンウィークちょっとね出かける予定がありますので、その辺に合わせてね、完成させていきたいというふうに思います。はい、ということで、今回はトラッキンミニ四駆ジョリー・ジョーカープレミアムを作ってみたという動画でございました。また見てねー。